10。吾輩が主人の膝の上で目を眠りながら書く考えていると、やがて下女が第二の絵はがきを持ってきた。見ると活版で舶来の猫が四五匹ずらりと行列してペンを握ったり書物を開いたり勉強をしている。そのうちの一匹は席を離れて机の角で西洋の猫じゃ猫じゃを踊っている。その上に日本の墨で吾輩は猫であると黒ごろと書いて、右の脇に書を読むや踊るや猫の春ひと日という俳句さえしたためられてある。これは主人の旧門下生より来たので、誰が見たって一見して意味がわかるはずであるのに、うかつな主人はまだ悟らないと見えて、不思議そうに首をひねって、はてな今年は猫の年かなと独り言を言った。吾輩がこれほど有名になったのをまだ気がつかずにいると見える。ところへ下女がまた第三のはがきを持ってくる。今度は絵はがきではない、京が新年と書いて、傍らに恐縮ながらかの猫へもよろしくご伝生願い上げ奉りそろとある。いかに上んな主人でもこうあからさまに書いてあればわかるものと見えて、ようやく気がついたようにふんと言いながら吾輩の顔を見た。その目つきが今までとは違って多少尊敬の意を含んでいるように思われた。今まで世間から存在を認められなかった主人が急に一個の新面目を施したのも全く吾輩のおかげだと思えば、このくらいの目つきは死闘だろうと考える。檻から門の格子がチリンチリンチリリリリンとなる。大方来客であろう。来客なら下女が取り次ぎに出る。吾輩は魚屋の梅公が来る時のほかは出ないことに決めているのだから、平気で元のごとく主人の膝に座っておった。すると主人は氷菓子にでも飛び込まれたように不安な顔つきをして玄関の方を見る。何でも年賀の客を受けて酒の相手をするのがいやらしい。人間もこのくらい偏屈になれば申し分はない。そんなら早くから外出でもすればよいのに、それほどの勇気もない。いよいよ下記の根性を表している。しばらくすると下女が来て、寛月さんがおいでになりましたという。この寛月という男はやはり主人の旧門下生であったそうだが、今では学校を卒業して何でも主人より立派になっているという話である。この男がどういうわけかよく主人のところへ遊びに来る。来ると自分を思っている女がありそうななさそうな、世の中が面白そうなつまらなそうな、すごいような艶っぽいような文句ばかり並べては帰る。主人のようなしなびかけた人間を求めてわざわざこんな話をしに来るのからして、合点がいかぬが、あの画期的主人がそんな談話を聞いて時々相づちを打つのはなお面白い。しばらくご無沙汰をしました。実は去年の暮れから大いに活動をしているものですから、出よう出ようと思ってもついこの方角へ足が向かないので。と羽織の紐をひねくりながら謎見たようなことを言う。どっちの方角へ足が向くかね。と主人は真面目な顔をして黒木綿の紋付き羽織の袖口を引っ張る。この羽織は木綿で雪が短い。下からベンベラものが左右へ五分ぐらいずつはみ出している。少し違った方角で。と寛月くんが笑う。